8月29日パリ五輪の体操男子団体総合決勝が行われ日本が259.594点を挙げ2大会ぶりの金メダルを獲得した5種目を終え首位を走っていた中国を最後の鉄棒で追い抜き逆転で王座奪還を成し遂げた画像体操男子の2大会ぶり金メダルや阿部歌の涙日本勢が見せたパリ五輪の引きこもごもを厳選フォトでチェック 橋本大輝、岡新之助加茅和馬、杉野正隆、谷川渡るの5人で挑んだ決勝。日本は2種目目のあん馬で橋本が落下するミスもあったものの、4種目目の釣り輪を終えた時点で中国に1.799差と食らいつく。しかし平行棒で再び突き放され、その差が3.267点に広がり、日本と中国は最終種目の鉄棒に臨んだ。そして、 ここから大きなドラマが繰り広げられることに、日本は杉野、岡が安定した演技を見せた後、中国は2番手の添徳が2度にわたって落下。痛恨のミスが続いたことにより得点を伸ばせなかった中国に対し、日本は最終演技者の橋本が会心の演技で14.566点をマークし、土壇場で逆転。0.532差で中国を上回り、日本の金メダルが決定した。 諦めずにライバルを追いかけた日本の執念が実った一方で、まさかの展開により銀メダルに終わった中国。明暗分かれた結果に対し、中国国内の反応の中では、やはりシビアな声が上がっているようだ。中国ポータルサイト、ソウフでは、中国チームは最初の5種目で3.267点の大差をつけてリードしていたが、最終種目の鉄棒で大きなミスが発生した。ソイトクが2度落下し、 11.600点にとどまったことが響き、中国チームの合計スコアが日本チームに抜かれたと結末を報じている。さらに、日本は鉄棒で勇敢な演技を見せたが、中国の昭和歌氏は着地が不安定で13.433点しか取れなかった。続く、ソユイトクは2度も鉄棒から落ちる低調な演技で11.600点にとどまり、日本チームに抜かれたと説明。その上で、 ソイトクはプレッシャーがかかりすぎて予選でミスをし、男子団体決勝では2種目でミスをしている。特に最終種目では鉄棒から落下するというとんでもないミスを2回犯した、などと悔しさを交え展開を振り返っている。同メディアは結果を踏まえオリンピックでは最後の瞬間まで何かが起こる可能性があると綴っている。最後まで勝利への可能性を信じ続けた日本チームが、 見事に世界の頂点に返り咲いた。文、構成、ここからネクスト編集部。